癌の治療に役立つパイナップル酵素。パイナップルは食物繊維が豊富な食べ物としてよく知られています。健康への意識の高い人たちは食物繊維に加えてパイナップルの様々な効能に注目しています。最も重要な作用の一つが、特に乳腺、直腸、結腸において、癌に関連した、ある種の病気にかかることを予防する作用です。パイナップルに何が入っているのか。パイナップルには食物繊維がたくさん含まれていることには気づくでしょう。ビタミン、有機酸、鉱物塩も豊富に含まれています。しかし、パイナップルに含まれる最も重要な成分は、酵素として働く特別な成分で、ブロメラインという名前で知られています。ブロメラインとは何で、何に効果があるのか。ブロメラインは天然の成分であり、パイナップルの果実から抽出することができます。ブロメラインは特定の種類の悪性腫瘍に関係した病気を治療する作用や抗がん作用を持っています。ブロメラインの効果を化学療法に使われる薬である5フルオロウラシルと比較したある研究では、動物実験において、ブロメラインの抗がん作用は、5フルオロウラシルの抗がん作用よりも強いという結果が出ました。研究に使われた薬、5フルオロウラシルから分かったことに対する議論もあります。病気が与える影響に対応することで患者さんの生命の状況を改善する代わりに、5フルオロウラシルは、癌細胞と他の免疫細胞や必要な細胞を分類することなく、分裂した細胞を素早く攻撃しました。ですから、この薬は他の細胞や酵素にとっては毒になるのです。一方で天然成分であるブロメラインは天然成分だけが持つ作用を持っています。それは選択的細胞毒性と呼ばれるもので他の健康な細胞に影響を与えずに癌細胞だけを殺すものです。酵素としてのブロメライン。酵素やそれがどう地流に乗ってたどり着くのかということが複雑そうであっても、ブロメラインへの話をすることは、この酵素がなぜ癌細胞に悩まされる人たちにとって、また一般の人たちにとってもそんなにも必要なものなのかを理解するのに役に立つでしょう。ブロメラインはタンパク質を消化、タンパク質分解し、それが身体の他の部分にも届くように血流やリンパ系に流しているのです。酵素を含む食べ物を食べることに関しては、医科学の分野において未だ多くの謎に包まれています。しかし、機能するということを証明することには成功しました。身体の中にある酵素に限らず、口から摂取する酵素が効果を発揮し、これらの酵素は、スポーツにおける怪我のような単純な健康問題の治療に使われるとともに、循環器系の病気、骨の病気、そしてここで取り上げた、癌などのより複雑な病気にも使われています。
アドバイス。がんに効果がある酵素はパイナップルだけで見つかった薬ではありません。ビタミン C を含む食べ物、ターメリックの抽出成分、ビーツの抽出成分などを摂取することも身体のためになります。あなたの治療法やそのプロセス、あなたの細胞や身体で起こった変化に合うようにすることを忘れないでください。それ以外にも、身体が酵素を作り出す負担を軽減するために、生の食べ物を含んだバランスの取れた食生活を送ることも重要です。消化プロセスに必要な酵素は少なくても、とても大事な生理的なプロセスに使うことができます。忘れないでほしいこと。まずは真っ先に、天然の選択肢に向かいましょう。天然成分が作り出すものよりも、あなたの細胞に良い効果をもたらすものはありません。パイナップル酵素はあなたの命を救うことができます。お医者さんと相談しながら、進めていきましょう。